しみや。クルー。はい、クルーでーす。初手キルはさせないぞ。これって待機してたら絶対間に合うのかな。え、なんの間、はい、あ、はい、え、待って、あ、よ、あの、ミュートにしてなかった僕。ごめんなさい、ごめんなさい、ミュートにしてなかった、ごめんなさい。ああ、まあ、聞こえてなかったマイクミュートにしてた、すみません。っときます。ああ、マイクメタだったら大丈夫だ。うん、うん、誰も知ってないし。インポスターつってませんでした、言ってましたね。あ、誰が、いや、待て待て、マジか。そうそう、マイクミュートなんてなくて、マイクの電源聞いてた。あ、やめろ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 。え、でも言ってたんだよね、竹は聞こえたんだよね。僕も聞こえました。なんか一発目から頑張っていきましょうって言ってた。そうそう、一発目から頑張っていきましょうなんて言ったことない。殺すぞ。部活みたいな感じだった。やばい。その口調はどっちかっていうと藤宮さんっぽくなる。確かに。藤宮さんボイチェンで僕の声に変えてた。え？スキップスキップ。あの都合が悪そう。あの普通に配信前に設定する。あの設定がうまくいってない、あのツールの設定がうまくいってない、はい、今のうちに今やってる。うん、慎太郎さん、さっきメインホールで沸きました。はい、あ、よかったです、ありがとうございます。ゴラフ君とゲンさんと僕で沸きましたね。はい、ちょっと緑色はなんか緑かなと思って、緑おったっけと思ったら黄緑と緑間違えて、お待たせしました。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。あ、よかった、意味でも入ってない、優しいな。緑ないね。緑でも珍しいな、うんうん、今の確認怪しいな、うん、怪しいの。マジっすか。恒例の雑殴りから。さて、うわー、キッチンないやんけ。おいおい、サントスさんが武器庫、もうボタン押しちゃったから。俺は正直死ぬべき人間なんですね。ボタンが残ってる人間がキルされる方が辛いので、村はアドミン警察しちゃうぞ。ここら辺で反抗が。シャワーにアーカイブに電気室、シャワーにアーカイブに電気室、うんうん、シャワーは遅れて入っ、後からにだよな。誰もボタン押さない。2キルぐらい起きちゃいますよ、皆さん。3キル起きてもおかしくない。オラフ君がメイン。電気室を確認しに行きます。はい。はいはいはい。まあ、構造は、こんな感じと。はい、慎太郎さん。電気室に死体はナス。アルマ、慎太郎。うん。お、誰も死んでない。まずい。ちょっと助けやっちゃおうかな。マジか。ボタン。これは強。いや、ごめん、ね、停電になった瞬間にバイタル見たら誰も死んでなかったんで、もう誰かボタン押せって願ってたら押してくれました。めっちゃゲンさんめっちゃ白いな。めっちゃ白い。一回オラフさんがあミーティング行きました。ミーティングの奥でちらっとお会いしましたけど、はい、あの直さんに行ったんですかね。あ、そうです。でヌーン乗って右に行ったって感じですね。死んでない。はい、ゲンさんめっちゃ白いな。めっちゃでけえこれ。死んでないの面白くねえな。え、だからさ、竹をデッキいた時ってサントスいた？いた。あ、ごめん、私が答えちゃった。ごめん。あ、いや、全然いい。誰がいたってことか。いや、俺、停電がさ、そこのタイミングらへんで起きて、停電あんま直んなかったから、あ、どっちか死んでんだろうなと思って見に行こうとしたら。アップロード中だったから、ちょっとあの。そうで、先に竹尾さんいて私が一緒に直してるみたいな。ああでも直してくれたったのは竹尾さんかな。私開いた瞬間に直してくれてるから、はい、あの弁当の上のアップロードっすか、ね、あ、うん、じゃないか、端っこの方か、端じゃない、はいはい、え、あ、落ちた、落ちたような音が、誰か落ちた、あ、またキッチンに湧いちゃった、無意識に、無意識キッチン湧き、いやー、ほんと申し訳ない、あ、落ちちゃいましたね、配送処理だね。なんかね、そう、オラフ君の動きがすげえ重かった。あ、そうなん、見てて、なんかオラフ君がすげえ瞬間移動というかなんかね、
ってるんです。ムーンウォークしてたから。ゲンさんもさんとその宝さんもまだ命かけてやってるこのゲーム。これこのまま続けてみる。マジ？ああやる。え、これでも多分ミュートにしてる3人のうちの2人インポスターっぽくないですか？ああ。なんか俺して高田健司ワープしてるように見えるけど大丈夫かな？あ、だからやっぱ重いんだ。ノースアメリカにしましょうか。ピング乗ってない。ピング見れないんですよ。ああ。これどうします？これなんか。ああ。どうしますか？リアクター直せばいいんじゃないですか？ね。え？直さない。ここの入り誰も直さなければ終わりってことか。あ、確かに。目の前まで行って、あれこいつらインポスターかみたいな。ひたすらヌーに乗ってきますね。いや、殺されたんだか。え、どこで殺されました？武器庫、武器庫。武器庫行ってこい、武器庫行ってこい。サントスさんにやられた。サントスさん、金庫から出てきた。ベント使ってるぞ。来たやつに死ななくていいんだよ。超今。でいいんじゃないですか？パイソンだし。うん。じゃあなんか、負けたぐらい出していきましょうよ。高田健司がめっちゃ直してるんで、誰かあのリアクターぶち切りましょう。なんで直されんだよ。乗ってるやつなんで。おい、これちょっと待って。なかった。誰だよこれ。やりましょうそれ。こんな気。うわあ。息子に皆さんの知ってる。高田さんめっちゃ頑張って直そうとしてる。あと14秒。これ高田さんなんて言ってんだよ。ちょっと待って、左だ、左って、ちょっと待って、死んでるんだろうな、これ多分左。本当だ、めっちゃ頑張ってな。死んでんじゃないの？あれ、銀さん。負けた。マジかよ。何やってんの？何やってんだよ。何やってんの？しに行かないんですか？左側は誰かや、行ってなかった？リアクター。慎太郎さんいませんでした？いや、いなかったよ。え？え？え？ちょ、しっかりしてくださいよ、ほんとに。え？どういうこと？ちょっとインポスターが、オラフ君が、あの、回線落ちっていうか、部屋を落ち。いや、なんか、今日重かって言って、なんか落ちちゃったみたいで。あ、落ちちゃったんだ。なんか、配損、配損なのかなって思ったんですけど、そう。2、3人ミュートのままだったんで、ちょっとこのままリアクター直さないドッキリしようぜ、つってリアクター直さない。びっくりしたうじみやーずっとムーン乗ってるしどういうこと気づいてなかった俺もうマジで意味わからなかったなんか、ちょっと遊びにしてもやりすぎだよもうすげえ。びっくりしたマジで。ついに。こういうことだった。あ、そうですね。ちょっとノースアメリカ。すいません。はい。今日めちゃめちゃ会議終わった。全然気づかなかった。俺全然気づかなかった。びっくりした。新年度でオラフさんが前日に死んだことになってたんで、あれとは思ったんですけど。いや、落ちちゃって。はい。オラフ君が落ちましたって表示出ませんでした？あ、出なかったっす。あ、出なかったっす。出なかったっす。え、僕出ましたよ。なんか下の方に、なんか見切れてるところに出るんですよね、あれ。ああ。あ、北米で立てました。あ、はい。ありがとうございます。ああ、面白かった。びっくりした。びっくりしました。びっくりしよう。パントツさんに殺された瞬間、あ、パントツさんに武器庫で殺されましたって、普通に言いました。ああ。じゃあ、みんな喋ってたってことか。喋ってました。そうそうそう。なるほどね。談笑してた。3、4人くらいが気づいてなかったもん。気づいてた。俺、タスク真剣にやってさ、タスク開けるたんびにさ、ナンパイが俺の後ろにいて、何してんのこいつ怖い怖いってタスクもやってないし、で、タスク終わったらまたナンパイが後ろいるし、リアクター直さないし、ムーンは不死身はずっと乗ってるし、おかしくなっちゃったと思って。もうみんな狂ってしまった。狂ったと思った、本当に。高田さんの視点見るの楽しみだ。びっくりした。いや違うのよ。高田さんがそばに俺がいたことでゲンさんはキルできなかったんだから。どうだって。それもあります。それもあります。ああして。